社会人のための高校日本史、今日は和の豪王と慶太天皇です。左側、高槻市にある今城塚古墳、現在慶太天皇陵であることが定説になっています。江戸時代、慶太天皇陵は浦城市にある太田茶臼山古墳であるというふうに考えられていました。ところがその後、古墳の研究が進んで、 千山古墳は5世紀の中頃と推定されるようになりました。古墳の研究は今すごく進んでいて、慶應天皇の時代に合う古墳は左側の今城塚古墳であるということになって、今城塚古墳が慶應天皇陵であるということが定説になりました。で、この2つの古墳は巨大な前方後円墳なんですが、特徴は淀川の北側にあることです。 初期の古墳は奈良県の牧向遺跡の付近にあります。その後、古市持つ古墳群と言われる巨大な古墳が河内に築造されました。ところが、この慶大天皇の今城塚古墳は、淀川の北側にあるんです。河内の古墳と大和の古墳は、両方とも大和川沿いにあります。ところが、 今城塚古墳は淀川の方にあります。つまり、大和川水系から淀川水系に変わったという非常に大きな変化が起きているんですね。それはなぜかということが、京大天皇を考える上でのポイントになります。京大天皇は26代の天皇です。ここに出ている天皇をざっと振り返りますと、初代から9代まではいないだろうな。 10代から15代の神宮皇后までは多分いないけど、ひょっとしたら実在した可能性もないとは言えない。王神天皇から武列天皇までは多分実在したんだろうけれども、ひょっとしたら実在しない人が混じっているかもしれない。26代、慶大天皇から後の天皇は実在したことが確実であると考えられています。 で、京大天皇の前の時代に創書の和の豪王に該当するのではないかという天皇たちが現れます。王人、忍徳、李中、繁世、隠居、暗古、有力。この肘人のうちの5人が創書に登場する和の豪王になります。つまり、慶大天皇というのは、和の豪王の時代の後、しばらくの混乱期を経て登場してきた天皇だと、 いうことになるんですね。中国の総書和国伝に、こういう記事があります。三子して弟、陳達孔子して弟ぶ、武達と。三、陳、聖、孔、武。これを芸図にしますと、三と陳は兄と弟。聖と孔は親子で、孔と武は兄弟だと。 で、さらに、武は、にわかに不景を失いとありますから、生と公は、ほぼ近い時期に亡くなったんだと。宋生和国伝に出てくる三、鎮、聖公武は、日本の天皇の系図に当てはめると、どこに当たるのかということになって、聖公武は、隠居、暗、公,公有略であろうと。三と鎮については、説はいろいろあって、 王人忍徳説、王人犯罪説、忍徳犯罪説、それから李中犯罪説。というふうに諸説が今のところ並び立っています。では、この三鎮聖公部はなぜ中国に使いを送ったのか。宋書和国伝には和側が 中国に何を要求したかということが書いてあります。陳は六国諸軍寺、安東大将軍、和国王と称して、これにしてくださいということを求めたと。それに対して中国側は安東将軍、和国王にした問題は、百済が入っていないということです。その後、姓が使いを中国に送ります。 この時も中国は安東将軍和国王にしました。さらにその8年後、六国諸軍事を加えるんですが、ここでもくだらが除かれています。そして、武の時、日本はそれまでの六国諸軍事に殻を加えて七国諸軍事、安東大将軍和国王と称して、中国に それに任命してくれるよう頼むわけですが、中国が認めたのは、六国諸軍事ということは、つまり、くダラは外しますよと。だけど、我が望んでいた安東大将軍、それは認めましょうということになりました。なぜ日本がくダラを入れてほしいと頼むのに、中国側がくダラを外すかというと、当時、 中国とくだらの間には外交関係があって、従って中国はくだらと和は別の国であると認識していますから、くだらについては和国王の下には入れないという中国の考え方が理解できます。和の豪のうち最後の王、ブーは21代の有力天皇であると考えられています。 この幽略天皇は日本初期では456年から479年に在位したと記述されています。幽略天皇はよく言えば武芸に秀でた。悪く言えば乱暴な天皇で大王家の外籍であった葛城氏の主張を殺害しました。その他、厳氏の勢力を抑圧していきます。その結果、厳地方で巨大な古墳が 作られなくなってしまいます。この釉薬天皇については、1978年に考古学上で画期的な発見がありました。1968年、埼玉県の稲荷山古墳で鉄拳が出てきました。で錆びていて読めなかったんですが、その後科学が発達して解読できるようになりました。1978年、 この鉄拳に書いてある文字が判明しました。それには、侵害の年471年という年代と、若竹る大王の時、四季宮においてという文字が書いてあることが分かりました。ここで歴史学者たちはピンときました。若竹る大王の時、この若竹るって聞いたことがあるよねと。 1873年、熊本県の枝船山古墳で、太刀が出土しています。その太刀には、大王の名前が書いてあるんですが、その前の文字が読めなかったんです。ところが、稲荷山古墳から出てきた鉄剣の方に、若竹る大王という言葉があったので、あ、これは若竹る大王なんだということが分かったんです。その結果、有楽天皇は、 九州から関東までを勢力下に置く、ほぼ日本の統一国家の大きみでやったということが分かりました。有略天皇の時代の大王位の継承なんですが、日本書紀の系図を見ても、親子、親子ではないんですね。皇位の継承方法は、兄から弟、その弟というふうに、同じ世代の中で兄弟で、 王位を継承していきますこの世代が終わったら、その下の世代に降りて、兄から弟へ。で、さらにその下の世代に降りて、同世代の中で、王位を継承していくという系図に日本書紀はなっています。総書和国伝の系図の方も、三と陳は兄弟、後と部は兄弟ですから、兄から弟に同じ世代で、 好意を継承していったと書いてあります。以上のことから、この時代、大王位の継承はこのように行われていたというふうにまとめられています。5世紀になって血縁原理が導入されて、ある一定の血縁の人たちの中でしか大王は選ばれなくなった。そして6世紀、慶大天皇から金明天皇の時代に、 血伝集団は絞り込まれて特定の血統から大きみが選ばれるようになる。大きみの決定の仕方なんですが前の大きみがなくなってから次の大きみを決め始めます。後継者、現在でいう皇太子というものは決めません。それから上位という慣行もありません。従って 先の大きみは次の大きみの選定には関与しないことになります。では、前の大きみがなくなった後、次の大きみはどのようにして選ぶのか。これには原則があります。まず年齢で30歳くらいになっていること。この時期の大きみは、大きみになりますと、直ちに政治的な決定、軍事的な決定を行わなければなりませんので、 ある程度の社会的経験があって、集団の中でリーダーであると認められる実績が必要なんです。従って、少なくとも30歳くらいにはなっていなければなりません。次に、条件としては、先の大きみの子供が優先されますが、絶対ではありません。男子が優先です。しかし、女子が大きみになってはいけないということはありません。 母方の血統は問題にされます。それから同じ世代の中では、年上の方が優先されます。さらに、この大きみでいいですねということを、毎月君たち、軍心たちが認めて、あなたを大君として認めますという決定がなされないといけません。こうして新しい大君が選ばれて、軍心たちが あなたを大君にしますと認めたら、大君が即位して、毎月君たち、軍神たちの任命が行われます。でこのように、大和政権の中で、16代から25代までの大君が選ばれてきたんですが、26代の慶大天皇は、大和で生まれた人ではなくて、越前から迎えられて、大君、天皇になったと伝えられています。 なななぜそんなことになったのか25代ブレス天皇この天皇は日本書紀によると悪いことばかりして一つも良いことをしなかったと書かれていますさらにこのブレス天皇は18歳で後継ぎを残さずに亡くなってしまいますそこで大和政権の外から慶太天皇が迎えられて大君の位につきました しかしながら、このブレツ天皇については、この天皇を本当におったんかという疑問があります。ブレツ天皇は10歳で即位していますが、さっきも言ったように、当時の大きめは30歳以上の人が選ばれることが多いんです。ブレツ天皇が即位したのは10歳です。それおかしいやろうということもあるし。 ブレス天皇が悪いことばっかりしたという、この記述自体がフィクションではないか。ブレス天皇がそんな悪いことしたから、慶大天皇の方に移ったんだという印象操作ではないかと考えられるんですね。さて、この系図なんですが、男性ばかりで系図を作っています。中国は女性の皇帝、女王を認めません。したがって中国の歴史書は、 男優位の記述になっていますところが日本は中国と違って女王女系を大切にする社会にしたこのケーズに女性を書き込みますと少し違った世界が見えてきますさっきのケーズに女性を書き加えましたこの時代親子親子の継承ではなくて同世代に大王位を継承していって 一つの世代が終わったら、その下の世代に移り変わっていくという説明をしましたが、その継承が平和なうちに行われたのではなくて、血なまくさい争いがあったようです。例えば、李中天皇は弟を殺して即位しています。安康天皇は連れ子に暗殺されています。幽略天皇は兄弟いとこを殺して即位しました。 雄略天皇が殺したのは、一戸のおしはの巫女です。雄略天皇に父を殺された二人の子供は、山和から逃れて、張馬の片隅に移り住みました。兵庫県三木市にあるじみの岩室です。私の散歩コースの中に入っています。23代賢相天皇と24代仁賢天皇の兄弟が、雄略天皇に父を殺されて、 はりの国のしじみに逃げてきて、この岩室に隠れ住んだとされる伝承があります。そういう血なまぐさい王家の中での争いの中で、つなぎとして女性の天皇が立っています。飯豊の姫巫子です。飯豊の姫巫子は、五小松上皇が編集させた本朝幸院常運録では、天皇に準ずる扱いとなっています。本朝幸因常運録で、 飯豊の姫御子がどのように記述されているかを見てみますと、飯豊天皇と書いてあります。飯豊の姫御子は、賢宗天皇、任賢天皇の姉にあたります。賢宗天皇と任賢天皇は、聖明天皇の次の天皇ですが、本朝公院常雲録によると、聖明天皇が亡くなった後、 人賢と剣奏の兄弟が愛譲りて即位しなかったので、姉の飯豊の姫御子が天下の祭りごとを行ったと書いてあります。なので、この飯豊の姫御子には女王、天皇という記述があります。しかし、飯豊天皇には天皇番号は振られていません。先ほども説明しましたように、ブレツ天皇は 18歳で跡継ぎを残さずに亡くなってしまいます。そのため、大和政権は、大和の外から、越前からとか、近江からとか、いろいろな説がありますが、境大天皇を迎え入れました。境大天皇は、応神天皇の5世の孫ということになっていますが、このつながりは事実だという説と、こんなんつながってないは、フィクションやという説とがあります。 いずれにせよ5世、天皇から5代目の子孫というのは王族としてギリギリのところにある人です。6世になりますと王族から外れるんですね。さて、この慶太天皇が大友の金村に迎えられて、大和政権の大きみ、天皇の地位を継ぎます。男の方にこだわって、系図を見ますと、こういうふうになるんですが、この系図にはもう一つの見方があります。 こうです慶太天皇は、田し家の姫御子の婿として、大和政権に入りました。田し家の姫御子は、武列天皇の姉ですが、父は任権天皇、母は有楽天皇の娘です。つまり、田し家の姫御子は、それまで大和政権にあったらしいいくつかの王家をすべて統合する女性なんです。 大和政権にあったいくつかの王家が、たしらかの姫巫女で統合されて、そこに慶懐天皇が婿入りするという形で、慶懐天皇は即位しました。近年、古墳の研究が大変進んで、橋墓古墳が卑弥呼の墓であるというふうに考えられるようになっています。橋墓古墳に続いて、巨大な前方後円墳が作られていきますが、 その前方後円墳には2つの系列の形があることが分かっています。なぜ古墳に2つの系列の形があるのか。この王家が大雑把に言って2系列あるということと、古墳の形が2系列あるということがどのように関係しているのか。今、古墳の研究で一番ホットなテーマになっています。 もう一つ面白いのは、卑弥呼の橋塚古墳が作られた後、日本各地に小型の前方後円墳がたくさん作られます。みんなの前方後円墳と呼ばれています。やがて、邪馬台国を名詞とする和国の小国家連合の首相たちが作った小さな前方後円墳は作られなくなって、巨大な前方後円墳が二系列作られていくわけですが、 雄略天皇の古墳の次に、再び小型の前方後円墳が各地で作られるようになります。経図で見ますと、雄略天皇の後、青年、ね、飯豊、謙僧、人賢そしてプレスから形態へと、大王位の継承に混乱が生じています。この経図上に起きていることと、雄略天皇の古墳の後、 小型の前方後円墳が作られるようになるということの間に何か関係があるのか。これも今研究が進んでいるところです。現在では、携帯天皇陵であると考えられている高槻市の今城塚古墳です。江戸時代に携帯天皇陵は茨城市の茶臼山古墳だということにしていましたが、古墳の研究が進んで、 茶臼山古墳では、慶大天皇と時代が合わないので、慶大天皇陵は今城塚古墳であるということが定説になっています。今城塚古墳は天皇陵に指定されていないので、立ち入りや発掘が可能です。慶大天皇陵は淀川の北、高槻市にありますが、慶大天皇の妻であった、田白香の姫巫子の古墳は大和にあります。 卑弥呼の墓、橋墓古墳の東北に西戸の塚古墳があります。この古墳が足高の姫巳子の御鈴ぎではないかと考えられていたんですが、西戸の塚古墳は初期の古墳であることが分かりました。足高の姫巳子は、慶大天皇の妻ですから、6世紀の人です。では、時代が合わないではないかということになって、 現在、田代の姫巫女の御浅ぎは、西山塚古墳、こちらであろうと推定されています。では、西園塚古墳は誰を葬っているのか卑弥呼の次に邪馬台国の女王になった豊ではないかという説が現れています。では、なぜ、慶大天皇の古墳が高月にあるのかそれまで古墳は、 大和と河内にありました。どちらも大和川の水系です。ところが、携帯天皇陵は、淀川の水系にあります。なぜそうなっているのか。かつては、携帯天皇は、婿として大和政権に迎えられたものの、なかなか大和政権側が携帯天皇を快く迎え入れず、そのために携帯天皇は、 大和に入るのに時間がかかって、携帯天皇陵も大和ではなくて、淀川の北側に作られたんだと考えられていました。しかしながら研究が進んで、そうではなくて、なぜ携帯天皇陵が高槻に作られたかというと、大和政権が淀川水系に進出しようとしたからだと。つまり、携帯天皇は大和に入れなかったのではなくて、 大和政権側が大和から淀川水系に出ようとしたんだと。というのは、この時代の情勢が大和川ではなくて、琵琶湖から淀川を経て瀬戸内海に抜ける、このルートの方が大切になるような情勢になってきていたんだと。でもなぜ大和政権が淀川水系に出なければならなかったのか 山和川水系より淀川水系の方が便利であるということはその後の日本の歴史が証明しています。その後日本は長期間にわたって政治や経済の中心は淀川水系に置かれました。慶太天皇の時代はこのように淀川水系が日本の最も大切なところになりつつある時代だったんです。 ではなぜ、ヨド川水系が大切になったのか。それは、6世紀の前半に起きた岩井の反乱に対応するためではないかと考えられています。岩井の反乱は、1950年代に研究が始まりましたが、依然としてわからないことが多い事件です。仮説としては、岩井の反乱は大和、山と下田連合対白木 岩井連合の戦いだったのではないかということ。もう一つは、慶應天皇が大和政権に迎えられた頃、慶應王朝は混乱の中で弱体化していって、だから岩井が反乱を起こしたんだという考え方と、逆に慶應天皇を迎えた大和政権は強力になって、北九州を完全に抑え込んだんだと、どちらで見るのか。 そういう仮説があります。北九州に行きますと、こういう武装石人が残っています。祝いの反乱に関係があるものと考えられています。慶大天皇の時代については、今城塚古代歴史館の森田先生が、異色の出自と即位という動画を上げています。チャンネル大阪自由大学というチャンネルにあります。 この動画は大変面白いので、京太天皇や今城塚巨墳について知りたい方は、この森田先生の動画を見ることをお勧めします。時系列で見ますと、507年、京太天皇は河内の国、楠葉宮で即位し、グレツ天皇の姉、田白香の姫御子を妻に迎え、その後、大和朝廷軍が 白木と戦うために朝鮮半島を目指していたところ、白木と組んだ。岩井が反乱を起こし、五百二十八年、慶大天皇は岩井の反乱を鎮圧したということになります。二十四代任県天皇から二十九代金明天皇まで、任県ブレ慶大、安官、仙下、金明と皇位は継承されていきます。 これ、男の方だけ見ているとよくわからないんですが、女性を書き加えると、この形図はよく理解できるようになります。この時代に天皇の妻として現れる女性、田白香の姫巫子以下、立花の中津姫巫子、石姫の姫巫子。この女性たちは、仁賢天皇と有楽天皇の娘の間に生まれた女性、またはその孫。 いうことになります大和政権は慶帯天皇など向こうを迎えながら女系で伝えられていき、金明天皇と石姫の姫巫女、この2人は有略天皇のひ孫同士になります。この金明天皇は天皇の系図を作る上で、大変大切な天皇で、天皇のすべての系図は金明天皇に流れ込み、 金明天皇から流れ出していきます。この人が天皇系図の中のキーストーンになっているわけです。金明天皇の時から、蘇我の娘が天皇の妻として迎えられるようになります。そして、蘇我の娘が産んだ天皇が登場するようになります。陽明天皇、朱春天皇、水子天皇は、蘇我の娘が産んだ天皇です。 この蘇我氏とは一体どういう豪族なのかなぜ天皇家に娘を送り込み、蘇我の娘が産んだ男の子が天皇になるようになったのかそれまで天皇家に妃として娘を送り込んでいたのは桂木氏でした。大和政権の豪族は大きく分けて、おみ系氏族と村地系氏族に分かれます。おみ系氏族とは、 大君家の同盟軍で、大和盆地の地名を氏名として使っています。これに対して、村地系種族というのは、大王家に仕えていた人たちで、職将が氏の名前になっています。大友とか、物の部というのは軍事を行う一族、中富は宗教関係を扱う一族です。大王家の妃は、 大王家で生まれた王女か、葛城氏から迎えられることがほとんどでした。村地系の士族の娘が大王家の妃になることはありません。ではなぜ、蘇我氏の娘が大王家の妃になることができるのか。5世紀、葛城氏と大王家がいかに固く結びついていたかということは、5世紀の天皇の妃や母が 誰であるかということを見ればわかります。5世紀の天皇たちは、久木が葛城市である、または母が葛城市である。そういう天皇たちが大半を占めています。ところが、近明天皇以降、葛城市ではなくて、蘇我氏が葛城市に代わって大海の地位につき、婚姻関係で大木見家につながるようになります。なぜ蘇我氏が、 大臣家、大王家に妃を送り込むことができるのか、これについてはよく分かっていないんですが、一応説は2つあります。一つは、蘇我氏は葛城氏から別れたんだという説。もう一つは、蘇我の稲目の妻が葛城氏だったからだという説です。結論です。大和政権は、慶太天皇を越前または近江から婿として迎えました。 そして、祝いの乱を勝ち抜きます。大和政権の日本を支配する力は大きく飛躍し、天皇の血統は、慶大天皇と大和政権の娘の間に生まれた金明天皇の子孫に固定されました。そして、金明天皇の妃として、蘇我家の娘が迎えられ、大王家と蘇我家の連合という形で、 アスカ時代が転換していくことになります。